中島美和子は、大分県大分市出身のタレント、フリーアナウンサー。オブ、大分朝日放送の元アナウンサー。身長 160cm、スリーサイズは B92W60H88、足のサイズ 23cm、血液型は A 型。中学校時代、大分県を中心に展開するメガネ、小売チェーンのイメージキャラクターとして CM に出演した。 ことがある。大分県立大分友情大高等学校、明治学院大学法学部卒業。明治学院大学1年生の頃、ミス民学に選ばれた経歴を持つ。1999年4月、地元のオーブに入社。地上デジタル放送推進大使を務めるなど、局の顔として活躍。私生活では、NHK 大部放送局に勤務していた。 NHK アナウンサーの坂井博士と2004年に結婚。しかし、坂井は翌年福岡局に転勤となったため、しばらく別居生活を送っていた。結婚生活を優先させるため、2007年3月をもってオブを退職し夫が暮らす福岡へ移った。2007年4月からはオフィス北野に所属。現在は東京に活動拠点を移し、 タレントとして活動している。夫は、その後名古屋局、東京アナウンス室大阪局松山と移動。2007年6月、ネクスト社が運営するライフネットワークコミュニティーサイトロコカームの地域、活性化活動を外国人タレントのゾマホンと共に行っている。2001年には、パネルクイズアタック25のアナウンサー大会に出場してペアを組み、優勝した。 その6年後の2007年の新春アナウンサー大会では、高島和代とペアを組み、自身としては2度目の出場を果たす。年末特番の全国面白ニュースグランプリで2004年より3年連続で女子アナ部門のグランプリを受賞。2009年1月13日の放送をもって、大竹誠ゴールデンラジオの火曜日パートナーを山本モナの復帰により降板。 公判発表から次週放送までに聴取者から寄せられたメールファックスでは5割が中島の続投を希望する意見であった。山本復帰後でもメールファックスの8割は山本への激励だった一方で1割は中島の復帰希望だったという。夫の坂井博士は NHK アナウンサーであるため転勤が多く、一時期は名古屋と東京で別居生活を送っていた。 大竹誠ゴールデンラジオの番組中、下半身の毛を剃っていると発言したことを発端に、下ネタを連発したため、下ネタ女王と評された。また、伊藤麻子がズボンとストッキングを脱いだことが、話題になったことに対抗心を燃やし、翌週月曜のオープニングトーク中に、大竹らの挑発に乗り、自らもジーンズを脱いで、パンツを見せ、その写真を番組公式ブログに掲載させた。 なお、本人によれば、今日は、一昨日買った200円のパンツだとのこと。アブン通信2006年12月28日号。長野朝日放送。2016年8月17日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年7月30日閲覧。公式プロフィールアーカイブ2013年1月19日。 ウェイバックマシンより日刊スポーツ2009年1月21日、モナ大役、中島美和子に、おろすな5割、スポーツ日本2009年1月21日、モナ復帰ラジオ大役タレント続投を望む声も、2009年8月3日時点のオリジナルよりアーカイブ、2009年1月30日閲覧、39歳 F カップ中島美和子アナ、塾女グラビア以来あれば検討。 ニュースポストセブン。2016年7月30日閲覧。衝撃的な女子アナ会の裏事情。野球選手とは一回やれ元、地方局アナが爆弾発言連発。ライビダーニズ。2016年7月30日閲覧。ありがとうございます。